皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。いよいよ迫ってきました、スーパー皆既月食。もう1週間後ですね。早いっすね。今回の月食ですね、高度がすごい低いんですね。こう高いところで見れない、低いところで見れる月食なので、ちょっと条件が難しいっていうこともあってですね、私1ヶ月前にまあこういうですね動画を作って、先に皆さんに情報をお届けしていたんですけれども、この動画が、写真を撮る人の目線でいろいろ撮影のことをお話ししていたので、今日はですねサクッと皆既月食の情報をゲットしたい方向けに、皆既月食1週間前の、まとめ情報ということでお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。皆既月食という天文現象、今回3年ぶりに起こりますが、月と太陽の間をこう地球が通るような感じなんですね。ちょっと横切りますよみたいな感じで、なのでその時に地球の影に月が入って、太陽の光がこう回り込んだ光だけこう月に当たるので、夕焼けみたいな感じで月が赤く染まりますよっていうのが皆既月食の正体でございます。でしかも今回はですね、1年に一度、地球と月の距離が近くなって、月が大きく見えるっていうですね、スーパームーンっていう天文現象があるんですけども、そのスーパームーンが起こる満月の日に皆既月食が起こるっていうことで、スーパー皆既月食というふうに言われて注目を浴びている感じなんですね。で手軽にこの皆既月食の情報をゲットするときには、このスマートフォンのアプリがおすすめです。ビクセンのですねムーンブックっていうアプリがありますので、それでシミュレーションしてみましょうか。それでは今皆さんに私のスマートフォンの画面を、お見せしております。このムーンブックというですねビクセンのアプリがあります。これはダウンロード先は概要欄にリンクを貼っておきますので、皆さんダウンロードしてください。このムーンブックは月の満ち欠けの情報とか、月が昇ってくる時間、沈む時間とかね、月の地名とか、そういうのがいろいろ調べられる、とても便利なアプリなんですけども、左下にですねこのなんか月が欠けたようなマークがありますね。これをタップすると、直近で起こるですね、皆既月食の情報が出ています。で今回の2021年5月26日の皆既月食は結構下の方ですね。これそろそろなんか更新してほしいなと思いますけど、ここをタップしましょう。はい、そうすると左上にですね月食の始まる時刻、皆既食の始まり、最大食、最などなど、書いてるところがありますね。この皆既食始まりっていうところが、一番その月が赤くなっているところですね。でそこから最も赤くなるのが20時19分で、皆既食が終わって通常の月にどんどん戻っていくのが20時28分というふうになってます。だからだいたい10分ぐらいですね、その真っ赤っかな月が楽しめるというような感じなんですね。で、ここに真ん中に月の軌道が出てます。下のスライダーをこう移動するとこういうふうに何時何分の時に、どのぐらい月が赤くなるのかっていうのがシミュレーションできます。で注目はこのさっきほど申し上げた通り高度なんですね。これですね今一マスですね10度を指してます。この一マスが10度なんですね。で10度っていうと、腕をこう伸ばしてですね、腕の長さに関係なくこの拳1個分が、10度っていうふうに言われてます。地平線水平線にこう腕を伸ばして拳1個分のところが、このアプリでいうところのこの1マス10度ですよってことですね。すんごい低いんですよ。だから、大体ですね皆既月食が、最も濃くなる20時台ですかは15度ぐらいのところにいますんで、拳をこう伸ばして親指をピンと立てるとこれ15度です。この高さのところで、皆既月食が起こるということで、おすすめの観測地はもう海沿いか、もしくは標高の高いところですね、ちょっと小高い丘とか標高の高いところで、その水平線地平線が開けている南東の方角です。このムーンブックを使って事前に、皆既月食のシミュレーションをしてですね、あとは、コンパスアプリとかを使って南東の方角開けてるのどっちかなっていうのを事前に調べておくといいと思います。自宅の近くとか、
にそういう小高い展望台あればいいですけど、もしないようであれば、そうですね、まあ家族で一緒に行けるような、車で行けるようなちょっと小高い丘にある展望台とかね、山の上とか、まあそういうところから水平線地平線なんとの方向が見えるようなところで見るのが、まあ一番おすすめかなと思いますね。最大限その見て楽しむには、まあ、こういう天体望遠鏡ですね。これスコープテックのラプトル50っていう天体望遠鏡で、私このスコープテックさんのチャンネルでこの天体望遠鏡の紹介をしているんで、こうやってこのチャンネルでもご紹介しましたけども、だいたい30倍から50倍ぐらいの倍率が出るものがあればいいと思います。それから双眼鏡ですね。だいたいこの1万円前後で買える双眼鏡とかがあるとかなり楽しみ方が変わってきます。まあ、倍率は双眼鏡は6倍とか8倍ぐらいのものがあれば十分で、手で持ってこうやって見る分にはあまり倍率高くない方がブレにくいんですよ。なので倍率は6倍とか8倍ぐらいの双眼鏡を使うことをおすすめします。天体望遠鏡とか双眼鏡で見る皆既月食ってね、めっちゃいいんですよ。私も撮影しながら、だいたい皆既月食の時は双眼鏡でおーおーすごくいいな、おーっていう感じで見てます。まあ、こういう天文現象はですね、やっぱ晴れてないと見れないんですね。で、今のところ1週間前の現時点での天気ですけども、まあ、私もいろんな天気予報サイトとか見て情報収集しますけど、今週末から、梅雨前線っていうんですかね、その雨の前線が下がるじゃないかっていうふうに言われます。下がる傾向になってます。で、次の皆既月食の日には梅雨時ではありますけども、全国的に晴れるところが増えるんじゃないかっていう予測になってますので、期待して待っていいと思います。で、もし皆さんが住んでいる地域が曇ってしまった場合なんですけど、そういう時はね、ライブ配信を見るっていう手があります。今回ですね、こんなにやるのかってぐらいいろんなところが皆既月食のライブ配信やるんですよ。サイトのジャパンさんっていう天体望遠鏡を扱っているメーカーさんがあるんですけども、そのサイトロンジャパンさんっていうところと、それから天文リフレクションズさんっていうですね、まあ、このチャンネルでも紹介した天文系のネットメディアを運営されているところがタッグを組んでですね、皆既月食ライブ配信リレーっていうのを企画されました。そのライブリレーのサイトを見れば、どこで皆既月食の現象をライブ配信してるのかっていうのがもう全部リンクされてますんで、当日はですね、そこに見に行ってどこが晴れてるのかなっていうふうに見るといいと思います。で、私はというとですね、池袋にあるサンシャイン展望台60というですねところがあるんですけども、そこの屋上から、ライブ配信をする予定です。屋上からってなるとですね、月が昇ってくるのが4分ぐらいです。早いんですね。だからもしかしたらそのライブ配信をやっているところの中では一番早くその月が昇ってきた映像をお届けできるかもしれません。で、今回ね、月が昇ってきた時にはもうね、欠け始めてるんですね。月が欠け始めてるので、まあいち早くね、そういう映像を、サンシャインからお届けしたいなと思っています。で、仮に池袋が曇った場合は晴れているところから、配信をします。私の配信はそのサイトロンジャパンさんの YouTube チャンネルでも拾ってくれます。で、サイトロンジャパンさんのチャンネルではそのライブ配信リレーということで、いろんなサイトのその映像を届けたりとか、いろんなプログラムを楽しむような催しが開催されてますん で、そちらもぜひチェックしてください。見るとこたくさんありますね。まあ、ちょっと今手元に天文ガイドさんがあったんですけど、天文ガイドさんの今月号はですね、スーパームーンの皆既月食ということで、ちょうど今回皆既月食特集をやってます。概要欄にリンク先貼っておきますんで、全国的にね、天気が晴れてみんなで皆既月食が見れればいいですけども、そうでない場合は、まあ、ライブ配信を楽しむと。ただまあ晴れてもね、高度が低いというのだけご注意ください。はい、それでは今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけね。チャンネル登録よろしくお願いします。